お願います石橋道博君はい、えー、立憲民主社民の石橋です、えー、今日から健康保険法まあ先日私も本会議で、えー、質疑させていただいて まあ、菅総理大臣からも含めていろいろご答弁をいただきましたが、なかなかまあ本会議の場ですので、十分なやり取りになってませんので、そういったことをこれからしっかり委員会の中で、えー、質疑を通じて正してまいりたいいと思います、えー、ただ、ちょっと先にです、ね、あの新型コロナ感染症、引き続きま大臣先頭にさまざま対策、対応いただいておりますが、非常に厳しい状況が続いておりますので、えー、その関係で何点かちょっと確認をまずさせていただきたいのですが、あ最初に大臣 すみませんがちょっと通告外なんですけれども、通告してからいろいろいくつか動きがあった関係で、お答えいただける範囲で聞かせていただきたいのですが、IOC がですねオリパラの関係で、ここにきて、緊急事態宣言下でもやるんだと、やれるんだということを続けて発表されて、公表、公にえ言われております。 この間、我々われもさまざま委員会を通じて政府の見解ですね、一体ステージ4でもやるのか、緊急事態宣言でできないだろうというような話をしておりましたが、IOC がもうここに来て、公にそういう発言を続けざまにされているということを踏まえて、これも政府も見解を同じくされていると、つまりもう緊急事態宣言下でもやるんだと、ステージ4でもやるんだと、これ、共通認識ということでよろししいんでしょうか田村厚生労働大臣。 まず、ちょっと IOC がどういうことをおっしゃっておられるのか、その中身、詳細に私は理解をいたしていないんで、オリンピック担当大臣にお聞きをいただきたいというふうに思いますが。 もともとですね、えーまあ、国民の皆様方の健康等々をしっかり守りながら対応するということでございましたからあの、そういうことを踏まえた上でおっしゃっておられるんだろうというふうに思います。あの申し訳ありません、詳細はオリンピック担当大臣を聞きいただきたいと思います石橋道博君いや大臣が、IOC の方々が何言ってるか分かりませんというのはちょっと困ったもんですね、そういったことはしっかりと踏まえて、政府内で当然だけどもね、 連携されて、大臣もその一員ですから、大事な、その辺はを認識された上での話、国民の皆さんは、なんと、緊急事態宣言下でも突っ込むのかやるのか、何が何でも、これだけ多くの皆さんが反対慎重の世論調査が出ている中で、この矛盾は何なのかということだと思いますよ。で、一方で、これもちょっと急な話だったので、大臣、これ、政府内で、米国が日本への渡航中止を勧告をしたと。 で渡航警戒水準を最高レベルのレベル4に引き上げて、渡航中止だと、これも明確に今の日本の対応ですね、コロナ対応、ダメ出しをされたというふうに報道等でも伝えられ、国民もそれを受け止めています。大臣、これは事前にアメリカとの協議なり、アメリカとの話、事前に話聞いてたんですかね、これを受けて大臣、どうなんですか、アメリカは一方で、最高警戒レベル4、 日本の対策はだめだと、危険だと言っている、それ、どう受け止めておられるんでしょうか田村厚生労働大臣。ちょっとこれも私、朝、あ報道で見ましたので、あの詳細はまだ、もちろん米国と相談しているわけでもございませんし、あの詳細はまだ確認いたしておりません。確認したいいと思います石橋道郎君 確認したいと思いますと最後言われたので、ちょっとこれも本当にあの重大な事態だというふうに思います。重ねて国民の皆さんがそういう状況の中で非常に大きな深いあの心配懸念を持っておられる。とすれば政府としてきちんと。 政府としての考え方をやっぱり出していただかないといけないと思いますので、大臣、引き続きあの厚生労働委員会でも議論してまいりますので、確認されるということでしたので、ぜひまたしっかりと大臣のご報告をいただきたいと思います。その上で通告した何点かですが、最初にあの昨日から東京、大阪、かねてから議論してまいりましたけれども、大規模接種がスタートいたしました。資料の1にようやく出していただいたあの体制図をいただいております。いいいろろお聞きしたいことががあるんですが かねてからこれ、議論、我々していたのは、ここでね、大規模接種会場で、ああお医者さん、医官、それから看護官、えー、と民間にもえ相当数ご協力をいただいてと、派遣会社に委託をしてということでした、この図にあるとおりですが、重ねて大臣、これ、確認なんですけれども、現場でこれだけあのコロナ対応、それからワクチン対応、お医者さん、看護師さん、現場でご奮闘いただいている、絶対に1ミリたりともやっぱり現場のご奮闘に、 マイナス影響、悪影響を与えてはいけないんだと、与えない形でやるんだということは、菅総理、先頭にこの間も発言されてきた、こうして体制が整えられたということですが、これによって現場のコロナ対応、コロナ対策、ワクチン接種、絶対に影響を与えていないことが確保されているんだと。 民間で410人何がしの方々にご協力をこれ、頂いているんですが、そういった看護師さんは、まああの、例えば潜在看護師さんであって、現場の今の状況には影響を与えないことは確認、確保されているんだということでよろしいか、これえっと大、田村大臣か、もしくはえっと防衛省、これ確認です、答弁お願いします防衛省大臣官房、椎葉衛生官。 今般の自衛隊大規模接種センターにおきましては、5月9日に防衛省と株式会社キャリアとの間で締結した 労働者派遣契約に基づきまして、民間の看護師200名を配置することとしているところでございます。これらの民間看護師でございますが、病院等で常時勤務している看護師ではなく、看護師免許を保有し、個人の事情により、看護師勤務を離れていった方や、介護施設等での短時間勤務の看護師の方等を採用していると伺っているところでございます。こののため他の地域における医療 それからワクチン接種には影響が生じるものとは考えていないところでございます。特にあの東京都やさまざまなあの関係団体の方からもそういった苦情等のあの連絡は受けていないところでございます。以上でございます。石橋道博君、これあの防衛省責任主体として確認をされてるんですね。昨日まあレクの時に聞いたら分かりませんという話で、えー、その回答をいただくのに相当時間をかかったということはこれずっとこの委員会でも絶対に現場にね。 これ以上のご負担をお願いしたり、ご迷惑をおかけしたりしたがないようにと。防衛省いいんですよもう一回、ち,ちゃんと防衛省としては責任を持ってそれは確認されているということでいいんですね。衛生官 あのそういったあのそう地域医療の影響につきまして、防衛省はそう,そういったことを把握する立場にはございませんが、そういった声は少なくとも聞いておりませんし、それから民間のこのキャリアでございますけれども、あのえー、もともと契約している看護師が相当いらっしゃいまして、そういったことで、あのそういった方々を使うということで、まあ、あのあの私どもとしては、あのまあ、地域医療に関しましては、影響を与えてないというふうに認識しているところでございます石橋道宏君。 うん、あ,のあんまり使うとかそういう表現はあれだと思いますが、あの普段から登録していただいて、現場で活躍をしていただいている方々であるでしょ、いやであれば現場で今もあのワクチン接種なり、地域のコロナ対応なりで活躍をいただく方々ではないのですかと、だからそれはそうならないようにということで、この間、ずっと議論してきたですよねで、それを確認してるんですよ、今の答弁だと、さっきの話と若干矛盾する答弁のように聞こえますが。 確認されてななないいととうことなのかなそれ自衛隊あの防衛省が責任を持って請け負っていただいてるんだから、防衛省がちゃんと確認して、責任を持ってこ、今後もですよ、今後も責任を持って、これ、ずれいくと410人の民間の看護師の皆さんに、この間、協力をいただくということ、だそれは今後も確認してくださいよ、それだけ確認するんですね、できるんですね。 石衛生官あの民間看護師は200名でございましてえ、そしてこの看護師につきましては、あ,のあくまでもあのキャリアとの派遣契約に基づきましてあの、配置していただくということでございますす以上でございます石橋道郎君。これ、あんまり時間使い、200名というのは、1日当たり大阪会場、東京あたりで、1日当たり必要な最大な看護師さんということでしょ、うその上に、民間250名、民間160名、大阪、東京会場、それぞれで410名を、これを、 この90日間の対応をいただく方々として、確保されてるんじゃないの、昨日そういう説明だったけど、違うんですか？井前政官、ご指摘のとおり、あの200名というのは常時、その現場で勤務されている方のことで、それ以上の方々が交代をたえで来るということでございます。 石橋道郎君お願いしますよ、昨日からとかどうも噛み合わない議論しかしてない、ね、それだけの方々が確保されてるんでしょ、対応いただくんだから、そういった方々が重ねて、現場の,あのワクチン接種なり、コロナ対応医療なり、頑張っていただいてる方々、もう本当に大勢、ね、現場でも逼迫してるわけですから。 引き続き責任を持って厚労省とも連携してやってくださいということだけあの申し上げて、これ、引き続きフォローしていきますから、よろしくお願いします。で、一旦これ、防衛省に確認してさせていただければいいのか、これ、田村大臣ももしご存じだったら、とにかく大阪会場で、東京会場はまあ役所使っておられるのでいいんでしょうが、大阪会場はそもそもイベント会場で、非常に多くのイベントがもともと予定をされていて、 それが中止キャンセルを余儀なくされて、相当、その主催者の側にも損失、損害が出ていると、しかしその保障がどうなるのか、全く分からないと、一体国が保障してくれないかどうかで、これ、相当お困りになっている、億単位の損失が出ているところもあると聞いておりますが、これ、誰の責任、防衛省、これ、誰の責任において、今後その保障について迅速に対応いただくということになるんでしょうか、それ確認だけさせてください。 大阪の会場でございますけれども、これは大阪府さんの方から推薦をされて、契約したものでございますが、これにつきましては、そういった多くの、もともと入っていたところがあったようで、特に医学会だとか、ですねそれからイベントもあったようでございますが、個別にご相談をして、誠実に対応してまいりたいと考えております。 石じゃあ、国が責任を持って誠実に対応するんですね、損失補填等々については。それを早く迅速にやってくださいよ、皆さんおこ、本当にもう生きるか死ぬかの大変なときなんだって、皆さん、本当にお困りになってます。国が責任を持って対応すするといいんですね市場衛生官 あの多くのところは、快くあの引き下げていた,だきたいただいたんですけれども、そういったところもございまして、そこにつきましては誠実に対応させていただきます石橋道弘君、はい。その誠実に対応というのは、しっかりと損失補填、これをやっていただくということだと理解をしますので、これも今後、フォローをちゃんとしていきたいと思います。えー、っともう一点、これはあの、えー、ちょっと話題移りますので、えー、防衛省もあのよければ退席していただけ、はい、れば。 石橋道君あのワクチン差別の問題について、ちょっと田村大臣、一点確認なんです、すでに、えー、先行して医療従事者の方々、あの鋭意、まあ、ワクチン接種、対応いただいているわけですが、どうも報道等によりますと、現場からはワクチン差別の問題が、えー、増えていると、まあ、深刻化もしているという報道があります。これ厚労省として あのまあ我々昨年のワクチン2法の審議、付帯決議も含めて、これやっぱりワクチン差別があってはいけないと、皆さんそれぞれのご意思で、ワクチン打つ、打たないというのを判断いただく、それによって、どうしても日本は同調圧力が強いからという議論もあの時も散々させていただいて、大臣もそれしっかり対応しますということで言っていただいた、じゃあ今、現実的にこういったあちこちから報道が聞こえてくる中で、 相談窓口なり、いろいろ対策窓口出して、作っていただいて、対応していただいているはずです、ところが昨日レクで聞いても、把握しておりませんという答弁されるんですね、これ、大臣、どうなんでしょう、ね、相談窓口でどういう相談状況があるのか、このワクチン差別について、決してあってはいけない、これから一般の方々に接種展開していく中で、絶対にワクチン差別なんか起こしてはいけないんだと。 いう決意なのであれば、今の段階でどういった相談があるのか、どれだけの相談があって、どれだけ深刻で、それに対して厚労省としてどう毅然とした対応をしていただくのかということをやっぱり見せていただかなきゃいけないと思うんですが、把握もされていないというのは、ちょっとちょっと深刻だと思いますが、大臣、これ、しっかりやっていただくと、把握も含めて、対処も厳正にするんだということでよろしいんですよね。田村厚生労働大臣 あのまあ、ワクチン、なるべく多くの方々に打っていただきたいということで、ワクチンの正確な情報をですね我々はしっかりとお伝えすると、同時に、まあ、言われるとおりです、ね、ご本人のご判断で、最終的にはこれ接種いただくということでございますので、あのそこに関して、嫌がらせでありますとか、ハラスメントはあってはいけない、まあ、これはホームページでありますとか、リーフレット等でお示しをさせていただいております。であの難しいのはその労働 に関わる分野でのワクチン接種に対してのいろんな嫌がらせ、不利益扱い、こういうものに関しては、ですねこれは当然のごとく、労働相談でございますので、あの地方労働局のですね総合労働相談コーナー、ここにいただいているわけで、あのここは来ているものの件数は、あのまあ、そんなに多くはありませんが、把握はいたしておりますが、あの確かに言われる、 る通り、その労働に関わらない部分だとかはなかなかですねえー。高齢は我々も把握できていないんだというふうに思います。あのまあ、様々なそれが嫌がらせとまで行くのか行かないのかも含めてですね。あのまあ、悪気はない。中でもいろんな。 ワクチン接種していない方々に対しての発言はあるんだというふうに思いますから、あのそういうもの自体ですね、えー、まあ受け取る側からしてみれば、快くないという形にもなりますので、えー、まあこれからもです、ね、しっかりとそこは広報をしていってです、ね、あのまあワクチンを接種するということ自体は、ご本人の自由であって、強制されるものではないということは、しっかり我々もお伝えをしていきたいというふうに思っております。 石橋道博君いや、落ちさはすでにこれまでもされてるんでしょ、ホームページも見てますが、そこにちゃんといじめとかあったらここに相談してください、ね、人権侵害があったらここに相談してくださいと、でもその相談の状況、実態を把握してないって言ったら、大臣、それは今言われたことが確認しようがないじゃないですか、把握,把握もしてないのに。だからちゃんと把握をしてね これはやっぱりだめだと言ったら、ちゃんとした毅然とした対応を政府に、厚労省にしていただかないといけないのに、把握もしてません、どんな状況かも分かりません、でもあれだけ報道で出てきてます、大臣、だからそれをお願いしてるんですよ、だからそういう約束じゃないですか、付帯決議もつけてやってるんですから、大臣、ここはぜひ今の段階でしっかりやってください、そういった差別があっちゃいけないというのは、重ねて大臣、認識を共有していただいて、だからこそ、現場の状況に対してしっかりとね、相談実態、 これ、把握していただいた上での対応をぜひしていただきたいと、これまたあの今日何今さらやって、いや、これもういいです、の今日のところは、これ、重ねてあのお願いをしておりますので、状況把握をしていただいての対応ということで。 えこれも引き続きフォローしていきますので、ちゃんとした対応、あのぜひ大臣お願いしておきたいと思います。それからもう一点あのすいませんちょっといろいろあったんですが、先にあの余ったワクチンの有効活用についての確認をえさせていただきたいと思います。あの衆議院でもえ我が会派西村千波委員とのやりとりもあったりもしました。大臣重ねて確認なんですが、今実態で本当にワクチン接種対応頑張っていただいているわけですけども、まあどうしても。 予約の関係等々で、ワクチンの余剰が出てしまうと、でまあ、一旦あの回答して使える状況になったワクチンですから、えー、まあそれはやっぱり余ってしまえば、そのまま廃棄せざるを得ない、でもこれだけ貴重なワクチンで、まあ、廃棄していただかない、ぜひ有効活用いただきたいと、大臣もそういうあの答弁されているというふうに思います。ですので、これ、余剰ワクチンについては、これ、本当に無駄なく活用していただきたいと。であれば、これ、接種自治体の判断で、 あのがあの例の手引書にも書いていただいたように、実際の判断で接種券のないものに対しても、これは接種していいということで、確認ですが、よろしいですね田村厚生労働大臣。あの言われるとおり、可能な限りですり、ね、余らせていただきたいという思いの下で,です、ね、あのまあ基本的に余ったもの、接種券をまあ発行している方々。 あに対して、じゃあ余った場合にはどういう方々というような形でお示しはしていますが、その元にですね。いや、それでもあのそういう方が集まらない場合に関しては、あ、それに対してえー、ま何と言いますか？あ、こだわらない接種券の箱をこだわらないということになっております。あの、実際問題接種券がある方、なかなか集めるって言っても余ってすぐにですね。 特に今高齢者中心ですから、集められないので、それはもう物理的に無理ですから、ただ、のその時にちゃんとですねそういう場合には、どういう方にお家をされるかということをあらかじめですね住民にお示しをいただくということが、あと住民からのいろんなですねご不満が出ない点になろうというふうに思いますので、この間もそういうことを私、記者会見でも申し上げましたけれども、ぜひともそのううような形で,で、余らないように対応いただきたいというふうに思っております。 石橋道博君あの大臣、後半のところはすごく大事なところで、もうそれぞれ自治体においてね、じゃあ、ワクチンがもし余剰が出てしまったときに、有効活用するために優先的にね、じゃあ、どこの方々にまず打っていただこうか、自治体でかなり頑張って努力をいただいて、事前にお決めいただいて、迅速な対応できるようにやっていただいてるんですね。なので大臣、自治体の判断でね、例えば保育士さんたちを優先すべきだと、子どものためにもね。 とか学校の先生とか、幼稚園の先生とか、そういう判断を自治体がされれば、大臣、これも確認だけですから、もう当然問題ないんだと、いう理解でよろしいですね田村厚生労働大臣。あの自治体のご判断でございますので、そこはご判断の下でやっていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたが、あらかじめ住民の方に、そこのところをしっかりと開示い,いただいた方がですね後々住民の方々もご理解いただけるんだというふうに思います石橋道宏君。はいそれ、確認いただきました。でそのの時にに問題になるのが 居住者なんですやっぱりその保育園とか幼稚園とか学校必ずしも皆さんがその当該自治体の居住者ではありませんのでただやっぱりねそこで打っていただく、まあ、やっぱりそこにおられる方々に打っていただくとなるとその居住地以外住民票所在地でない方々も含めてそれはやっぱり対応するというそれも自治体のご判断ですから自治体でそういうふうに優先順位を決められて ね、でそこで対応すると、その場合は自治体のご判断で、居住地以外の方々にも接種をすると、それも自治体の判断だと、これもよろしいですね、それで田村厚生労働大臣。あのまあ、2つ、うんまあ、クリアしていただきたい点があります。 1一つは、これは非常にこう、まあ、分かりやすいというか、結果的にその、まあ、接種券等々がない、その自治体にない方でありますので、その接種事務所なのか、新たに接種券を発行するのか、つまり、その、まあ 方が住民じゃない方の自治体ですね、そこと話し合っておいていただかないと、後から接種したかどうか分からなくなってしまいますので、そこをちゃんとですね自治体間で連携いただくということが、これはもう、まあ、手続き所といいますかあの、事務的に必要なことになります。それからもう1点は、住民じゃない方にその自治体に割り振られたワクチンが余ったからといって、打つということになりますので、 あのそういう意味では、そこの地域の例えば保育士さんで来られているわけですから、住民のお子さんの対応をしていただいていると、つまりその地域において、必要な方だから、要するに余ったワクチンを住民じゃないけれども、接種するんだということを、ちゃんとですねやっぱりご説明をして、あらかじめしていただいておく必要があろうというふうに思います。 住民以外の方々に打つことも、これは自治体のご判断で対応いただければというふうに思っております石橋道朗君、はい、大臣、確認いただきました、あの先ほどの調整は、ね、やっぱり必要だうと思いますが、自治体のご判断で、えー、そういう対応いただきながら、住民票所在でない方々も含めて、ご判断いただけるんだということを明確にしていただきました。で大臣、もう一点お願いなんです、これ、ぜひですね、あの自治体から厚労省に問い合わせがあると、これまではだめだという回答をね、もらってたらしいんですよ。 えー、原,原則は接種券がないとだめなんだ、原則は居住地なんだって、だから今、大臣が言っていただいたこと、これからぜひね、自治体から厚労省なりに相談なりあのだい、どうですかって問い合わせがあれば、今、大臣に言っていただいたことで、自治体のご判断でやっていただけますと大丈夫ですと、ね、まあ、こういうことはやってくださいねというのはいいかもしれませんが、それ、統一的にちゃんと周知徹底していただけるように対応をお願いしたいんですが、それはよろしいですね。 田村厚生労働大臣あの一応、予防接種の手引きにはそう書いてあるんですが、まあ、十分に伝わっていないということでございますので、再度です、ね、ここは確認をさせていただきたいというふうに思います石橋道朗君、はい。ぜひ対応よろしくお願いします、また我々も自治体からそういう声届いておりましたので、また自治体の皆さんとも連携して、何かあればまた大臣、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではあの本題であります、健康保険法等改正案の議論に入りたいと思います。 えっと先般の,まああの本会議での質疑で、ルールいろいろまあ大きな課題について議論させていただきましたが、ちょっと本会議のときにできなかったことが何点かありますので、今日はちょっと先にそれを中心的に大臣、見解をお聞きしておきたいと思います。1点目は、今回の憲法改正案の第 150, 150条関連のいわゆる検診情報の提供についての下りです。 で今回ですね、この150条、まあ、1項、2項、3項あたりを中心に、この改正によって、えー、これまでは40歳以上の被保険者については、まあ、あの検診情報の、まあ、提供、まあ、求められれば事業主、提供するし,しなければならなかったと、で今回の改正によって、40歳未満の被保険者についても、保険者が求めた場合には、事業主は検診情報を提供しなければならないという立て付けになった。 まずこの立法事実を説明いただけないでしょうか、なぜ今回、これをこうするのかということについて、端的にご説明いただけないでしょうか、参考人でで結構です田村厚生労働大臣、浜谷保健局長。 お答えいたしますあのまずは年齢にかかわらずあの、被保険者、被扶養者の健康の保持増進に努めることは、まあ、保険者の,、まあ、あのもともと責務でございます。まあ、このため、保険者におきましては、40歳以上の,あの方につきましては、降格法に基づく特定健診、特定保険指導を行っておりますけれども、多くの保険者におきまして、40歳未満の若年層を対象といたしました検診を実施いたしまして、まあ、検診結果に基づき生活習慣病の改善。 あるいは生活習慣病の発症予防を目的,目的といたしました、保険指導を行っているところでございます。 また、あの特定健診の対象となる40歳以上の方につきましてはあの、今ご指摘ございましたけれども、保険者は事業主検診の情報を得まして、被保険者等の健康状態を把握いたしまして、特定保険指導、受診勧奨につなげてまいりました。で現在、保険者によりましては、保険事業といたしまして、あの検診の情報を保険者と事業主がまあ共有いたしまして、保険指導を行う、あるいはその保険者がレセプトを確認いたしまして、事業主検診の有所検社等で未受診である方に対しまして、受診勧奨するといった、 あのあの実際に事例があるものと承知いたしております。今回、裁判におきましては、保険者がその40歳未満の方にかかる事業主検診の結果を得ることで、あのこういった取り組みをあの円滑に行うことが可能となるというふうに考えております。あの40歳未満の方の事業主検診の情報を保健者に収録することにつきましては、社会保障審議会の医療保険部会におきましてもあの議論をいたしました。まあ、その際 保険者が40歳未満の方の事業の試験新データを保有することで、これまで以上に効果的な取り組みは実施できるようになることをまあ今後、しっかりと整備していただきたいなどのご意見がございまして、昨年末の議論の整理をあのいたしました、まあ、それを踏まえて今回、改正に至った、改正案を提出させていただいているということでございます吉橋内博君いや。井さんん立立法法事事実実をを確認しているんです立法事実を 今言われたようなことが、これまでの40歳以上の方々について求めていた、それによってどのような具体的、科学的根拠があると、だから今回、40歳未満の方々にも広げるんですと、その立法事実を聞いてるんです、その立法事実を教えてください。保健局長 あのお答,お,お答えいたします。あの、まあ、あの立法事実と言いましょうか。あの、特定、まず40歳以上の方につきましては。あの保険者の事業、保険者が、まあ、事業主検診の情報を得て。あの被保険者等の健康状態を把握し。えー、特定保険指導受診勧奨につなげてきたということであります。まあ、実際に、その、あの、検診項目が重なりますので。あの、事業、あの、いわば、その、あの、保険者サイドで。新たに検診を行いません。でも、あの、同様のその検診結果を活用すれば、も、ま、う、あ、こう。 効,率的効果的にま特点保険指導、受診監視につなげてきたということでございまして、そういった40歳以上の,あの実績を踏まえまして、今回、40歳未満につきましても、同様の,あの,あの仕組みを導入したいということでございます石橋道千君。今ので全然分からないですよ、立法事実が。あのこ,うこ,うこうだと思います、こう,こうじゃないかと期待しますって、そう,そうじゃなくて。 立法事実を出してくださいと、じゃあ、これまでどれだけの効果が認められてるんですか、じ逆に言えばどれだけ検診情報が提供されてるんですか、事業主から、どれだけの求めが行われて、どれだけの事業主のデータが取得をされて、それがどのように活用されたから、どのような効果を生み出したか、これ出してるんですか、事前のレクでは全く返ってきてませんけど、あるんですか、ちゃんと。保健局長お答えいたしまますず 網羅的に把握しておりませんけれども、あの、例えば協会憲法で言いますと。あの事業主け、あの事業主検診結果を、まあ、取得いたしております。で、これは、あの特定本検診の対象者数に占める。この検診結果の取得数でございますけれども、その割合は、7.6%ということでございます。まあ、あの、必ずしも高い数字ではございませんけれども、まあ、実際にこういった取得を、あの、して。あの、それで、その、あの、ええー、協会憲法におきましては、事業主検診の結果として、まあ、結果を活用して。 特定保険指導等を行っているということでございます石橋道博君いや、それ一例で、協会憲法で7.6%ですよね、7.6%。この7.6というのは、どのように認識をされて、それを立法事実として活用されているのかは全く分かりませんが、逆に言えばこれまで、ちゃんとした利用実績なり、活用実績なり、活用の効果というのが見えない中で、今回、40歳未満についても事業主に提供を義務づけると。 いうことをやられてるというのが、なかなかストンと落ちないんです、でこれ、確認ですけれども、この健康診断の情報、今回、150条のとりわけ第2項、3項あたりで求められるわけですが、この求められる事業主が提供しなければならない検診情報っていうのは、これ、要入る個人情報、機微情報だという理解でよろしいですよね。天保健局長 お答えいたしますあの個人情報保護法におきまして、まあ、要配慮個人情報の定義でございますけれども、本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように、その取り付けに特に配慮を要するものとして、政令で定める傷、えー、等が含まれる個人情報とされておりますけれども、政令で定める傷等といたしまして、健康診断その他の検索の結果が規定されております、まあ、従いましてに関するあの、健康診断に関する情報は要配慮個人情報に該当するものと考えております。 石橋道博君するんですよね、だから、あのそれ、それイエス、ノーで聞いているので、すると。とすると、それを本人の同意なく、う保険者がも求めれば事業主は提供しなければならないと、それ、根拠は、法的な根拠は一体何なんですか、それいい、いいんですか、これだけの機微情報を本人の同意もなく、う事業主が提供しなければならないと。 それが一体どのように保管管理され、どのように活用されるか、全く事業主も本人も分からない中で、これによって提供義務を求めるということは問題ではないんですか。局長 田村厚生労働大臣あのまず、まあ、立法事実、まあ、7. 点数パーセントどう見るかという話でありますが、まあ、それでもです、ね、その40歳未満の場合に関しては、まあ、そういう今、言われたとおり義務がなくてです、ね、結果的に、まあ、ほとんどお、まあ、情報がいっていない、つまり事業主の健康、まあ、診断といいますか、こういうもの自体はです、ね、その安全衛生法に則っとるものでございますので、えーまあ 仮に義務があったとしても、保険者からの要求に対して、なかなかそこに気づいていただけないというところがあったわけで、今回、労働安全衛生法、この指針で,で、しっかりとそういうのを提供していただくということを、事業主にも分かるような形で示させていただいて、要は労働安全衛生法上からも、ぜひともそういうものを、情報をお渡しをいただきたいという形にする、これを機に、これはあの40歳未満だけじゃなくて、40歳以上、 今義務化されているところも、そういう対応をさせていただきます。それからまあ個人情報まあ、その通りなんでりであります。けれども。あの健康保険組合、それからまあ憲法協会に関しては、これは個人情報取扱事業者といたします。 それからですね。あの国保広域連合は個人情報保護条例の規定に従って業務を行っていただくという形にしまして、そこは確かに非常にセンシティブな情報でございますので、例えばあの入室管理でありますのであります。とかまあ、記録機能を持つ媒体の持ち込み、こういうものに対してはですね。まあ、物理的安全管理措置、こういうものを求めてまいります。あの合わせてネットワーク等と接続されたあのネットワークの情報、これ森とも大変でありますので、これに関しましてもですね。あの。 安全管理措置、こういうもので対応いただくということでございまして、おっしゃられるとおり、情報が個人情報でございますので、漏れないようなしっかりとした対応措置をさせていただきながら、これに対してまあ有益な情報の活用、これを図ってまいりたいというふうに考えております。石橋道博君ということは大臣、確認ですが、つまりこれ、提供されたこのね本当に機微情報、個人情報ですから、それも管理から保護から徹底していただかないと、 これはいけませんね保険者の方には。国はその管理徹底の方法やら、状況やら、確認やら、それがどう有効にきちんと公のためにも含めて活用されているのかも含めて、国が指導するんだということでよろしいんですね、事業の保険者任せにするのではなく、あとは保険者さん勝手にやってねと、どうぞこの法律に基づいてやってくださいねじゃなくて。 今の大臣が答弁されたことを含めて、国が責任を持って、保険者の方々に指導、監督もするということでよろしいんですね。 田村厚生労働大臣あのもちろん、これその得られた情報をもとにですね。保険事業をやっていただく場合によっては受診勧奨もやっていただくというのは、これはもうそもそも目的でありますから、あの指導をするとかしないとかではなくってえ、それがを前提にですねえ、情報を得ていただくということになっております。で、合わせて、じゃあ個人情報自体がいかにかということでありますが、これに関しましても、あの個人情報保護委員会においてですねえ。保険者を含む。まあ。個人情報 情報取得事業者に対しては、これ、報告立ち入り検査、是正勧告、こういうような、是正命令、このようなことが行われるようになっておりまして、必要に応じて厚生労働大臣がですね、個人情報保護委員会にそれを求めることができるとなっておりますので、そういう形の中において、情報の管理というものをこれを担保してまいるということであります。 石橋道朗君、はい、ここはぜひ、あの保険者に丸投げするのではない、国の今、これ、法律をつけて義務化するんですから、その責任は徹底的に果たしていただきたいと、まあ、今、大臣おっしゃられたあの個人情報保護の制度もあるわけですから、それをしっかりとやっていただきたいということで、お願いをし、まあ、これも我々あのちょっと今後の対応についてはしっかり見ていきたいと思います。でもう一点、大臣、これ、よくご存じのとおり、この間ずっとです、ねまあ、医療、介護の情報連携などなど含めて、 まあ医療情報、どうさまざまに有効活用もさせていただきながら、個人情報はしっかり守っていくのかという議論をしている中で、やっぱり医療情報なんかも、本来それはそ、それぞれの国民、お一人お一人が持つべき情報であって、オーナーシップ、所有権はそれぞれのご本人にあるべきで、そのご自身の情報が一体だどこにあるのかと、この病院にある、その病院からどこか行ったらどこにある。 それはやっぱりきちんとご本人が認識をされ、確認ができる、それをちゃんとやっていかなきゃいけないというのを、この間もずっと議論をしてまいりました。今回、事業主に提供義務を課す、保険者に行く、それを個人のそれぞれの患者さん、国民の側から見たときに、ご自身のそれだけ重要な情報が、勝手にどっかに行ってしまって、勝手に使われて、いつの間にかどっかでね、え、ー なな何にどう使われてか分からないという状況ではない形を、これ一方で義務化する中で、これどう担保するのかということを、多くの皆さんが心配されています、大臣、そこのところはどう手当てをされるんですか、今回。田村厚生労働大臣あの。先ほど来申し上げておりますが、あ,のあくまでもこれ、センシブな情報でございますから、だからこそこの、まあ、個人情報取り扱い事業者としてのですね規制、これに従っていただくということでありまして、 あ,のまあ、ある意味です、ね、えー、しっかりそこは守っていただくということが前提の対応をいただくということになります、で併せて先ほどから言っておりますけれども、情報が漏れないように物理的なです、ね、いろんな対応をしていただくでありますとか、ネットワークから漏れないような対応をしていただくでありますとかで、場合によっては個人情報保護委員会の中においてです、ね、是正命令までかけていただく、等々をしていただくので、あの要は漏れ、 これに関してです、ね、今回のことに関して、他の医療情報というのはまた別でありますが、今回の法律にのっとってです、ね、えー、まあ事業主の方からです、ね、保険者のほ、えー、まに健康情報が流れる、健康診断情報が流れるということに関しては、これは受け取った側の保険者がしっかりと制度にのっとってです、ね、お守りをいただくということであります石橋道宏君。いや大臣それははさっきのの話今聞いてるのは 例えばあの情報バンクの議論、この間、ずっと厚労省もしていただきましたね、それぞれが医療情報なりなんなり、それはご本来ご本人が持っておかれるべき話で、それをどう活用されるかも、本人がコントロール権オーナーシップを持っていただくべきなんだという議論をこの間もしてきたはずです、厚労省もね、我々ずっとしてきましたよ。だから今回、これだけの機微情報が提供義務が課される 40, 代未,満40代未満の方々にもね、今のような議論をどう考えるんですかと。 ね、情報バンクの考え方、要は個人がそれぞれを自分の情報をコントロールできる、コントロールするという、それぞれの側の話をどう担保するかという話でお聞きしているので、さっきちょっと答弁はずれてます、大臣。もしも答えられないならいいです、あの理解いた,だきいただいてます、質問は。田村厚生労働大臣。あのそれぞれ個人の医療情報というものをどうするかというのは、例えば。 あのまあパーソナルヘルスレコードの話にも関わってくる話なんだと思いますが、今般、マイナンバーカードというもので、資格確認をする中、オンライン資格確認をする中において、将来的にはこれ、マイナポータルの中で,で、例えば自分の服薬情報等々、こういうものを確認できるようにしようというような形、つまり利便性、ご本人の,まああの判断のもとでありますけどそれはやろうということでありますが、一方で、あまたある医療情報をどう使っていくか。 ととというう問題ははこれはもうずっっ議論としてああたわけであります例えば個人情報というものをネットは地域医療ネットワークの中でどのように利用していくかというのはその地域医療ネットワークの中での対応としてやってきたわけでありますがそれを あの本人が確認して使う分には問題ない中で、例えば研究だとかいろんなものに使うということになると、これは匿名化をして使っていくというのが、これは次世代法の中において対応してきた話だと思いますが、さらにこれをどう進めるかというのは、これからの大きな医療情報、 基本的な考え方の課題であるというふうに認識いたしておりますので、そこはそことしてです、ね、これから幅広にご議論をいただいていく必要があるというふうに考えております石橋道博君。ごめんなさい、最後まで噛み合いませんでしたが、大臣、どうしても使う側、利用する側の観点の話、われわれは。 それをオーナーシップを持つべき国民、患者さんの側の話をさせていただいているので、もう一度それはちょっと今回、また次回整理をさせていただいて、えー、厚労省としての見解、しっかり確認をしておきたいと思います。えー、ちょっと今日時間がなくなりましたので、最後にあの医療不詳におけるオンライン資格確認の導入について、えー、時間の範囲で確認できるだけ、まずあの今回、マイナンバーカードを活用して、 えまあこのオンライン資格確認、医療扶助をやるということですが、これ、やっぱりどうしてもですねマイナンバーカードを取得されていない方々、もしくは取得されてもまあ紛失をされる方々、容易に想定をできるわけです。とすると、それによって、決して本人の適切な医療受診というものが制限を受けたり、制約をされたりということは絶対あってはならないというふうに思いますが、まずそれは絶対にあってはならないし、そういうことには絶対にさせないんだと。 で絶対にならない、させないためのちゃんとした対応はするんだということで、これはよろしいですね田村厚生労働大臣。あの今回、医療扶助を受けていただく、まあ、生活保護を受けていただいている方々の、まあ、オンライン資格確認という形で、マイナンバーを使っていただくという形になるわけでありますが、あのこれに関しては、まあそのまあ、な何て言いますか。 あの医療券、これ、毎月発行しているような利便性考えても、ご本人にとってもいいことでありますし、これからあの生活保護から脱却いただいて、自立いただく場合には、あ自らのまあ言うなれば証明書にもなるわけでありますので、そういう意味では、マイナンバーカードをぜひともお持ちをいただくと。 ということは、これは前提で我々は進めてまいりたいと思います。一方で、あの致し方がないという場合が起こると思います。生活保護を受けて楽になりましたが、マイナンバー発行までに手続きや時間がかかって、えー、ないと。 いう場合こういう場合は当然、ですね医療扶助、マイナンバーカードがなければ受けられないということでは不便でございますので、そのような形の中においては、あのまあ、これは致し方がないという形の中で対応してさせていただき、医療扶助を受けていただくと、それから、まあ、どうしても本人がマイナンバーカードを欲しくない、これを発行させたくないという場合は、これはもう丁寧に、えーまあ、ご理解いただくように、ご説明をしていくと。 いう形になると思います、まあ、それでもなかなか説得をされない中において、医療扶助が必要になった場合は、これはやっぱり生命等々がまあ第一的に守られる話でございますから、医療扶助をその中においても受けていただくということになろうと思いますが、前提としてはやはりマイナンバーカードをしっかりとお持ちをいただくということが前提でございますので、そのようにご理解いただけるように、現場で働きかけていただくということになると思います。 石橋道郎君うんちょっと心配なんですが、あのこれ絶対にこれによってね、えー、それで本来必要な医療これが制限制約をされるということ。これ命の問題です。重ねてあってはいけないと思いますので、この対策についてはあのこれもちょっともう少し深掘りをしていきたいと思います。ちょっとすいません。何問か積み残しをしましたのと。とまあ、重ねて今回のメインでありますえー。2割負担化の問題については、またあの今日、えー 会派の他のお二人もやりますので、私も引き続きそれをメインで今後追及していきたいと思いますので、今日のところは以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました